PEGI 12. ワンピースという作品は連載当初からジャンプで当然読んでいましたけれども、まあ燃える展開とものすごい強敵というのが印象に残った作品で、いつか携わりたいと思っていたのが念願かなった形です。原作はもちろんこの仕事に携わる前も読んでいまして、まあ、もちろん好きで、まあ単行本も買って読んでいました。ただこのプロジェクトに関わってより深く知識を得ることによって、まあ、より好きになりまして。ワンピースバーニングバットのゲームデザインはワンピースに登場する魅力的なキャラクターの個性のみならず、登場時のかっこよさ、そして絶望的な強さを、凄さとして表すところに重点を置いて考えました。今回の、バーニングブラッドの、デザインでの目標としまして、まず原作者である尾田先生のカラーイラストを再現するというところをまず初めに目標として持ちまして、で、まあ、プレイヤーが思い通り思い描いたように動かせるようなゲームになっていると思います。ワンピース作品の大きな魅力であるキャラクターの個性はどうしても再現したかったので、その相性も含めて駆け引きにしてしまえばというところから試してみると、戦闘前の駆け引きもありとても面白かったというのがきっかけです。キャラクターの攻撃のデザインをするにあたって興味深かったことですが、まあ、ワンピースのキャラクターは能力も多彩で個性的で、まあ、バトルスタイルがみんな違うということがあります。で、まあ、特にドレイクであったり、まあ、チョッパーであったり、そういう変身するキャラなどは、まあ、作業量も多くとても大変でした。まあ、今回 PS4 であったり XBOX ONE で開発するにあたりまして、まあ、単純に開発環境が、まあ、上がったので、作業が楽になりました。で、まあ、キャラクターで言いますと、まあ、ポリゴン数をたくさん使える、あとテクチャーを細かくかけるなど、まあ、制限が少なくなりまして、でこれまで、まあ、読み込みを必要としていたその変身であったり、まあ、タッグパートナーにチェンジであったり、そういうところが、まあ、シームレスにスムーズに読み込みなしで再現できるようになりました。他のバトルゲームと違うところとして、悪魔の実と覇気という心の関係から、バトルゲームの一部の、ルールを取り払ってキャラクターの個性的な戦いに焦点を当てたことです。3対3のバトルシステムについて、まあ、3人の組み合わせと、あとサポートキャラクターを含めるとかなりの数の組み合わせがあるんですけども、それを含めたバトルの駆け引き、それらの調整が結構大変です。本作の3対3のゲームシステムはキャラクターの個性を生かそうとすると相性差が強く出てしまって、その相性差を解消しようとすると平凡な駆け引きになってしまうというジレンマがありました。タッグコンボとして、トライブチェーン、トライブアシスト、あとトライブクラッシュ、3つのタッグコンボがあります。それらの操作に関しては、ゲージを貯めて、ゲージを消費して使う行動なんですけども、操作は簡単で、交代ボタンを押していれば、特定の状況の時に交代ボタンを押していれば、自動で交代できるというシステムになります。でもう一つ交代のシステムがありまして、それはガードブレイク派生や、レンジアタック派生といった派生攻撃の後にすぐ交代ボタンを
押すと、素早く交代するシステムがあります。こちらの操作は、先ほどのトライブシステムの交代よりも操作は難しいんですけども、素早く交代してゲージの消費などはあります。サポートキャラクターに関してなんですけども、サポートキャラクターは、まあ、いろんな様々な効果があります。例えば、まあ、攻撃力が上がるとか、まあ、防御力が上がるとか、そういったものもありますし、まあ、敵の近くにワープするだとか、まあ、通常の攻撃にもう破棄効果をつけてしまうといったような効果のサポートキャラクターがいます。あと、まあ、バーニングゲージという、まあ、ゲージをマックスにしたりとかいった、効果があります。と、使用方法についてなんですけども、これは、コントローラーの、方向ボタンを、まあ、上下左右あるんですけども、そこに割り当てられていまして、ボタンを押すことで発動するという効果のものや、あとは、まあ、自動で発動するものもありまして、まあ、体力が一定になった時に自動で発動するとか、まあ、交代時に発動するとか、そういったタイプのサポートキャラクターもあります。あとエフェクトに関しても、まあ、パーティクルなどをたくさん出すことができて、まあ、表現の幅が広がりました。で、背景に関しましても、そのエフェクトをたくさん出せることによって空気感の表現など、まあ、画面効果も対応できるというところで、まあ、表現の幅が全体的に上がりました。まあ、発売日までもう少し先ですが、まあ、楽しみにしていただけると嬉しいです。